じゃあ食べます？いや、もったいないですこたつうちやーす中島さんです。中島さんです。よろしくお願いします。中島です。よろしくお願いします。今はあのサラリーマンで、はいはい、コンサルもちょっとやったりしてるんですよ。それはまあ、 あの、はい、自分のビジネスでです。今日はこの中島さんがいないとこの動画成り立たない感じなんで、はい、そうなんだ本当に今日は中島さんと一緒に頑張りたいと思いますこう夏江さん座ってますけど、ドラちゃんがいる今ちょっとあの中島さんの荷物見せてもらってるんですけど意外と少ないんですよね。そうですね、まあ、動画用のものから、はい、機材は、まあ、アイデアノートとアイデアノート、はい、すごいですね。いやいやいや、この差です、この差ですよ。ちょっと分かりづらいです。コスカもなと思って、普段ノート持ち歩かないんだけど、あーノートが入ってて、はい、いつもこれに、はい、あのカメラと、はいはい、そうレコーダーを入れてるだけなんですけど、へー、普段はこれにカメラ入れてるんで、はいはい、そう今日はもうノートを持ち運ぶためだけにこのでっかいでっかいバッグを使っただけなんですけど。マジっすか。めっちゃ集中できる環境だと思うんですけど作り込んではいるんですけどただ集中できないんですそういただきますドキドキ。夏江さんが来ますドキドキ。夜から何も食べてないんで。ああ、来ました。はいはい、さあ行きましょう。あ、こんにちは。あ、こんにちはです。ケーキのアリバイに来ました。あ、はい、あ、でかいでかいっす。すごいでかいんですけど。お弁当も。こんにちは、中島です。うわー、でかいです。うわー。ちなみにあのこのチャンネル登録してまだ日が浅い方はまだ分からないと思うんですけど、この夏目さん、あの1回出てくれてるんですけど、夏目さんおいくつでしたっけ？秘密です丸太を確認していただいて今回はあのこれを僕と夏目さんで食べられないと思うんで、あの助っ人で、はい、カレー職人ですか？バングラディッシュのカレー職人なんですよ意味が分からないです意味が分からないですよこっちが正面ですね。なのでじゃあアングル的にはこっちですね。分かりました。ちょっと、うわー、すげえ。何来るんでしょう。じゃあ、はい、いいですか、失礼します。はい、ふっ、おー、すげえ、すげえこれあのショッピーさんが日々頑張ってますので、はい、うわー嬉しい。まさゆめで見ましたんで、ありがとうございますいずれになりますから。夏目さんすごいんですけど、これこれはすごい。これはもっと世に出回らないといけないレベルです、これは、うん、てかこれついてること自体がなんか3、2、1、はい、おーおーおおおおえ、一つ一つこの LED が仕込んでありますね。細かいですね、芸が。あの、YouTuber は輝いてますからね。輝けるショッピーさんということで。すげえ。じゃあ食べます？いや、もったいないですおおー、え、すごいですね、これ。すげえ。これは贅沢極まりないですね。極まりいいですね一口目すいません、ちょっと僕が行かせてください。うん、うまい、おいしいあチャンネル登録増え、はい、増えた実感しますか？やっとなんか YouTuber やってんだなって思いました。やっぱ YouTuber やってるっていう感じが嬉しいし、おいしいし、でこの外のクリームが半端ないですよ、これあーすごい、すごい、ほんとピンク色だ。いちごの酸味がいいですよね。あ、これ美味しい、うん、周りやっぱり美味しいですね。バナモレンドと砂糖ですよ。うん、かなり自然な甘さっていうか、うん、そうそうそう、全然
じゃあ食品さんはうちの見てる視聴者が今18,000ちょい、まあ20,000人もいると思うんですけど、すごいっすね。な興味を持つ感じでショッピーさん の、 はい、YouTube チャンネルを紹介して、あ、わかりました。僕一言も彼女募集中ですって終わろうと思ったんですけど、あ、なるほど。ということでごちそうさまでした。いや、お腹いっぱいだ。なんて言うんだろうな、なんかこう、まあ、今回の動画見てあなたはこう、わ、 YouTube の再生ボタンだ、すごいっていう風に、まあ、面白かったなという風に思うんですけど、もちろん僕もあのすごい、わ、すごい新しい、わ、 YouTube じゃんっていう面白さもありましたし、こういただいて、わ、すごい嬉しいなっていうのもあったんですけど、それよりもこう、あの時 YouTube を始めていなかったらこのボタンのケーキが今ここにあることはないし、こうやって動画をあなたに見ていただけることもなかったと思うので、やっぱりあの時 YouTube 始めてよかったなーっていうふうにすごい思います。ケーキをいただいただけで嬉しいっていう気持ちもあったし、わ、新しいっていうなんかワクワク感もあったし、もちろん食べてすっごい美味しかったですし、それとあとあの時やっといてよかったなみたいな、そういうこうじんわりする気持ちになったりとか、いやー、ケーキってすごいですね。あのケーキ完全手作りですから。あ、ちなみにあの手作りの過程、作っている過程は夏目さんのケーキチャンネルで、チャンネル登録者数そろそろ2万人ほど行くんですけど、そのチャンネルであのその作る過程っていうのはシェアしてますので、ぜひそちらチェックしてほしいんですけども、その夏目さんは YouTube の再生ボタンケーキを作ってるのもあるんですけど、あなたがこういうのを作ってほしい、例えばもうあれですよ、このドラちゃんの形をしたケーキを作ってほしいって言ったら、多分夏目さん作れちゃうんですよ。なのですごい技術持ってんだって思うんですけど、なのであなたももしこういうケーキ作ってほしいなとか、特別なケーキをプレゼントしたいって思った場合は、ぜひあの夏目さんにコンタクト取って、こんなケーキ作ってくださいっていうふうにリクエストしてみてください。僕大学卒業してから誕生日を祝ってもらうことはなかったんですけど、久しぶりに誕生日気分を味わいました。はい、なんか なんすかね、ちょっと表現難しいんですけど、本当に周りの人に支えられてきたなみたいな感じで、なんかまあちょっとあのかっこつけてる感じで思っちゃうかもしれないですけど、本当にこう食べながら、うん、嬉しかったですね。もう涙出ちゃうかと思いましたけどね。涙は出なかったんですけど、本当にもうじんわりきたっていう感じなので、やっぱケーキの力ってすごいなって思いました。ということで今回の動画は、かっこつけで僕が28歳になりましたっていうのと、メインは YouTube の再生ボタンドドンといただきましたっていうお話でした。はい、今回ももしちょっとでも面白かったで参考になりましたってのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで、もう本当にこう見ていただけてるあなたのおかげなので、はい、これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、じゃあ失礼します。終わり方がわかんない。